後半戦はサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。キックオフを務めますのはサイドワインダーズ0番のプレイヤー、さあアイランズリターンに入ります。後逸しましたが、なんとか取り返したと果敢にも中央トップを図りましたが、自陣10ヤード付近からの攻撃を得ます。クラブアイランズ自陣10ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック11番、ワイドレシーバー14番にパスを通しまして、約4ヤードのゲイン。パスを投じましたクォーターバック11番はハタブ、取りましたワイドレシーバー14番は寺崎でした。クラブアイランズセカンドダウン6。ここでランプレーを加えてまいりましたが、しかしここはサイドワインダーズディフェンス陣殺到しまして、このランプレーは4ヤードロスに変わっております。ロスタックルを決めましたのはサイドワインダーズ1番の中田でした。クラブアイランズサードダウン10。パス不成功。クォーターバック11番、右スプリントアウトしながらパスを投じました。しかしレシーバーと逆リードの形になりまして、このパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。アイランズ5ヤード下がってフォースダウンやり直しです。クラブアイランズフォースダウン15、パントフォーメーション。サイドワインダーズリターンに入る。
リターン7番左オープン展開を図りましたが、これはアイランズ4番がタックルしまして止めました。攻撃権変わりましてサイドワインダーズの攻撃に変わります。ハントリターン試みましたのはサイドワインダーズ7番の藤本、それをタックルしましたのはクラブアイランズ4番の毛利でした。毛利はチームの代表でありキャプテン、そして私の後輩姫路獨協大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズ相手陣19ヤードからファーストダウン10、キュービーサーク。ここでクォーターバック19番右スプリントアウトからパスを投じようとしましたが、それをアイランズ52番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。ビッグロスを生んでいます。素晴らしい対応でこのプレーを潰しました。クラブアイランズ52番は梅原。停滞しておりました状況を大きく打開するきっかけになるかもしれません。サイドワインダーズ自陣39ヤードからのセカンドダウン19の状況に入ります。中央へのランプレー、ここはあえてランプレーで突破を図りました。キャリア7番託されまして右オフタックルをつきましたが、しかしこれはアイランズディフェンスも踏ん張りまして、ゲインは約3ヤードに留めております。サイドワインダーズ相手陣36ヤードからサードダウン16。山ちゃん様どうもメッセージありがとうございます。先ほどそのハーフになったままの状態に気づきましてサードダウンに変わりました。パス不成功、ナイスパスカット。ここでサイドワインダーズパスによって突破を図りましたが、このパスをアイランズ33番見事にパスカットしパス不成功とさせてしております。素晴らしい対応でパスカットいたしましたのはクラブアイランズ33番の徳山。ここへ来て守備の面でアイランズが素晴らしいプレーを見せています。サイドワインダーズフォースダウンロングパントフォーメーション、さあここでトラブル発生しパントは蹴れませんでしたが、イエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤード抜体となりサイドワインダーズ5ヤード前進してフォースダウンやり直しとなります。しかし更新必要距離が11ヤードのため再びパントフォーメーションを取ります。このパントはアイランズ陣20ヤード付近で止まりまして、この地点での攻守交代となります。クラブアイランズ攻守続きましてこのサイドワインダーズの攻撃を食い止めることに成功しています。クラブアイランズ自陣20ヤードからの攻撃に入ります。アイランズファーストダウン10。
QB サーク。クォーターバック11番ダイブフェイクのパスを投じようと構えました。しかしそこを見計らってサイドワインダーズ01が飛び込みました。 QB サーク、このパスプレーを投げる前に阻止しました。5ヤードのロス。先ほどからキックオフキッカーも務めています0番の選手なんですが、いただきました面会の方に、残念ながらその名簿が載っておりません。もしご存知の方おられましたら、この0番の選手のお名前を教えていただければ幸いです。クラブアイランズセカンドダウン15。パス不成功。クォーターバック11番左ロールアウトからターゲットを探しパスを投じようとしましたが、体勢不利な状況で投げましたためパス不成功となっています。ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。クラブアイランズサーダウン15。パス不成功。クォーターバック11番ここでスクリーンパスを展開しようとしました。手前側にいましたランニングバック30番にパスを投じ、そこからのキャッチアンドラン図らせましたが、ランニングバック30番これをキャッチできずパス不成功となっています。サイドワインダーズ失礼しました。クラブアイランズフォースダウンに変わります。このパントは自陣脱することはできず、サイド、アイランド陣40ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。山ちゃん様メッセージありがとうございます。神戸大学院大学出身のこれはどうでしょう、雪下と読めばよろしいんでしょうか。読み仮名ももし分かりましたら助かります。さあ攻守変わりましてサイドワインダーズの攻撃。ボールオンは相手陣43ヤードからファーストダウン10。さあこれはどうなる。 QB サーク。ここでクォーターバック19番パスを投じようとしましたが、ディフェンスアイランズ33番が猛追でパシュート、振りほどかんとしましたが、これを33番シューストリングタックル決めまして QB サーク、4ヤードロスを奪っています。ここへ来てアイランズ33番の徳山が素晴らしいプレーを見せています。サイドワインダーズセカンドダウン14。
ここでランプレーを挟みます。ナニワック7番ハンドオフを受けまして左オープンに展開、相手のディフェンスをまくるように展開しまして約4ヤードから5ヤードのゲイン、失礼しました、7ヤードほどのゲインになっています。サイドワインダーズサードダウン、サードダウン9、パス不成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック19番パスによりこの状況打開を図ろうとしましたが、そのパスをアイランズ94番がパスカット。アイランズここでもサイドワインダーズの攻撃を食い止めております。94番は大山、サイドワインダーズフォースダウン9パントフォーメーションを選択します。ナイスパント、このパント非常にいいところに落としました。カバーチームがアイランズ陣3ヤード付近で確保しまして、この位置での攻守交代となります。見事なパントを蹴りましたのはサイドワインダーズ67番の清原でした。アイランズ厳しい位置が続いております。自陣2ヤード付近からの攻撃になります。クラブアイランズファーストダウン10、まず手前側にいましたフルバックに持たせましてダイブプレーを展開します。わずかでも状況打開戦と短いが確実なランを展開しようとしますが、このランプレーをしかし許しません。サイドワインダーズノーゲインとしています。クラブアイランズセカンドダウン10、パス不成功、クォーターバック11番ここで左にいましたワイドレシーバー14番にパスを投じましたが、しかしこれは通らずパス不成功となっています。クラブアイランズサードダウン10、セーフティー、ここでアイランズプレーアクションからパスを投じようとしました。しかしここにサイドワインダーズディフェンス陣殺到、クォーターバックエンドゾーンで倒されましてセーフティー、自殺点となりました。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られています。これによりましてサイドワインダーズにアイランズから2点が献上される形になります。従いましてサイドワインダーズ24点、クラブアイランズ0点となりました。
アイランズサイドワインダーズの攻守にわたる圧力の前にセーフティー自殺点を献上する形になりました。これにより得点差はさらに広がっております。さらにセーフティーは2点を献上する形になりまして、ディフェンス側の得点という形になります。オフェンスは点数を献上した手前マイナス2点を獲得したという格好でキックオフをする形になります。そしてそのキックオフの地点は自陣20ヤード、非常に厳しい位置からのキックオフです。サイドラインダーズリターンに入ります。このリターン相手陣入ったところで止まりまして、この位置からサイドワインダーズの攻撃と変わります。さあさらなる加点を目指しますサイドワインダーズ。相手陣46ヤードからの攻撃に入ります。サイドワインダーズファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ランニバック7番ハンドオフを受けまして左オープンに展開。アイランズディフェンスをまくるように展開してそのまま大きく前進。サイドワインダーズファースター。素晴らしいランを決めましたのはサイドワインダーズランニングバック7番の藤本でした。サイドワインダーズ相手陣20ヤードからファーストダウン10。さあまだ走っている。ナイスラン、ファーストラン。再びランニングバック7番のランプレーです。ハンドオフ託されまして中央突破しそこから左オープンに展開。これも1回のランプレーで攻撃権更新果たしました。サイドワインダーズファーストラン。藤本ここに来てその快速を飛ばしております。サイドワインダーズ相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール。さあランプレーを続けます。しかしここはアイランズ食い止めました。このランプレーはノーゲインとしましてセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン2ゴール。タッチダウン。サイドワインダーズここでオプションプレーを展開しました。クォーターバックがキープを判断し中央を切り上がりましてそのままエンドゾーンに体を飛び込ませてタッチダウン。サイドワインダーズ6点追加となりました。見事なランを決めてタッチダウンを挙げましたのはサイドワインダーズクォーターバック19番の井戸。
そしてこのトライフォーポイントも決めまして1点追加、サイドワインダーズ31点、クラブアイランズ0点となりました。攻守ともに圧力をかけておりますサイドワインダーズ、セーフティー、さらにその後のプレーでもタッチダウンを重ねまして、さらにリードを広げております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同によります企画によってなっております配信です。この企画にご同意いただいております企業様、そして個人様の様々な方々のご支援、ご寄付、ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。さあ試合はサイドワインダーズのキックオフで再開する形になります。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。クラブアイランズ自陣25ヤードからの攻撃に変わります。クラブアイランズファーストダウン10、自陣25ヤードからの攻撃です。キュービーサーク、クォーターバック15番下がりましてパスを投じようとしましたが、これをサイドワインダーズ47番がキュービーサークしまして、このパスを投じる前に阻止しています。QB サックしましたのはサイドワインダーズ47番の村越でした。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、サイドワインダーズ31点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーターの第4クォーターに移ります。